西暦1935年、ヨーロッパ大陸は東西2つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家、東ヨーロッパ帝国連合と王政を廃した共和国国家の連合体、大西洋連邦機構である。鉱物資源ラグナイトをめぐり勢力争いを広げる両国はついに開戦。大陸は戦争の炎に包まれることとなった。第二次ヨーロッパ大戦の勃発である。圧倒的な戦力を誇る帝国軍は次々と国境を越え侵攻を開始。その矛先は連邦のみならず周辺諸国へも向けられた。ガリア公国、帝国と連邦の中間に位置し武装中立を国是とする自然豊かな小国家である。しかしその豊富なラグナイト資源を奪わんとする帝国はガリア公国に宣戦を布告、雪崩を打ってその領内へと進撃を開始した。序章、開戦。西暦1935年3月、ガリア公国、国境の町ブルール郊外。帝国と国境を隔てたブルールの人々は戦火を恐れ次々と町を脱出し始めていた。この道を通るのも3年ぶりか。懐かしいな。お、あれはもしかして、やっぱり光りますじゃないか。もう光りますが川を遡る季節なんだな。動かないで、ゆっくり両手を上げなさい。見かけない顔ね。名前は？僕の名前はウェルキン。君たちは？我々はブルールの自警団の者です。私は分隊長のアリシア。最近帝国のスパイがうろついているという情報があって見回りをしてたんだけど。信じてもらえると嬉しいんだけど、僕は単に魚のスケッチをしていただけで。魚のスケッチね。このご時世に結構ですこと。その話の続きは詰め所でゆっくりと聞かせてもらいます。拘束しなさい。まいったな。魚やお花、虫のスケッチばっかり。あなた絵が上手なのね。だから魚のスケッチをしていただけなんだって。いえ、これだって新種の暗号かもしれない。じっくり調べさせてもらいます。
兄さん。イサラ、元気だったかい？兄さん、一体どうしたのですか？あれ、あなたは確かギュンター将軍の。はい、ギュンターの娘のイサラです。まだ疎開してなかったの？はい、兄が今日迎えに来てくれることになっていたんです。その兄というのが今そこで拘束されている人です。え？ごめんなさい、メモを取っているのが見えたからついスパイと間違えちゃって。いや、客観的に見たら疑われてもおかしくない行為だ。兄は子供の頃から自然が好きで、今は首都の大学で学んでいるんです。これからは自分も誰かに観察されているかもしれないってことを覚えておくよ。純正よ、みんな体を低くして。あそこだ。ヴェルキー、銃は撃てるよね？ああ、軍事教練で習ってきたからね。敵はおそらく偵察目的の少人数部隊よ。私たちで撃退しましょう。わかった。説明します。開始します。敵は全部で3人か。全員倒すまで気を抜かないで。ちょっと聞いて、大事なことを説明するね。
よし。よし、行くぞ。敵はいないようね。シア隊長、周囲には敵の姿は見当たりません。そう、引き続き警戒を厳にしてください。はっ。帝国軍の死んだ奴らはどうしましょう。
埋葬してあげて。戦争は始まってしまった。この町の人たちを守るには私には戦うしか方法はないの。あれは粉雪草の種だ。小さいけれど白く綺麗な花を咲かせるんだよ。この戦争を振り返った時に思い出したいの。命を奪い合っていただけじゃないってこと。新しい命だってこの時代に生まれていたことを。西暦1935年3月15日、帝国はガリア公国に宣戦を布告。その領内に怒涛のごとく侵攻を開始した。第二次ヨーロッパ大戦のほんの小戦線に過ぎないと思われたこの地の戦いで、人々は目撃した。小国が圧倒的な軍事大国を退けた奇跡的な勝利を。歴史の中に埋もれていた光と影を、勇気と友情、迫害と偏見を、そして戦火の中に生まれた愛の感動。これは7ヶ月に及んだその戦いの記録である。ブルール防衛戦。この風車塔を見るとふるさとに帰ってきたって気がするな。そうだね、親子風車あってこそのブルールだもんね。それじゃあ私はこれで失礼します。帝国軍が近づいているようなので気をつけて。イサラ、疎開の準備は進んでる？はい、日用品以外の荷造りは済んでいます。帝国軍が近づいているようだから日が暮れる前にはブルールを立とう。マーサさん、兄さんが帰ってきました。お帰りなさいませ、ウェルキン坊ちゃん。マーサさん、坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ。もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろう。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。これが5人目なので慣れたもんです。こんにちは、あのウェルキンいますか？あれ、アリシアじゃないか。どうかしたの？さっきのお詫びにと思って。はい、これどうぞ。
もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだからちゃんと調理して食べてね。私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあ中に入ってよ。そんなことがあったんですか、坊ちゃん。大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと。坊ちゃんも隅に置けませんね。え？そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。そうなんです。それに私たち知り合ったばかりですから。これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの。坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん、だから坊ちゃんはないだろう。あの壁にかかっているのはギュンター将軍の写真？うん、それは僕が生まれる前の写真だね。立派なお父さんね。あれ、将軍の隣に写ってる方は？私の父、テイマーです。父は技師で、将軍の戦車を設計していました。え、でも、イサラさんって将軍の娘さんじゃ。両親は私を産んですぐに事故で他界しました。一人残された私を、将軍は養女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。立ち入ったことを聞いちゃったかな。いいえ、気にしないでください。二人とも私の大切な父ですから。そっか、そうだよね。あ、もうこんな時間。私そろそろ失礼しますね。兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあアリシアを送ってくるよ。ごちそうさまでした。それじゃあ失礼します。だいぶ寂しくなってしまったね。帝国との緊張が高まってからほとんどの人がブルールを離れちゃったんだ。ブルールから人がいなくなるのは寂しいことだけど、いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。ウェルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん、僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。え、そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ。自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく、僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。うん。
ってことだ。親子風車だ。アリシア隊長、帝国軍の奇襲です。敵部隊が町の中に侵入してきた模様です。待機中の自警団員を緊急招集して、ここは私たちで食い止めましょう。敵は風車塔広場にいるようだ。僕も手伝うよ。メルキン、ありがとう。さあ行きましょう。それでは作戦を説明します。これより作戦を開始します。これより風車塔広場にいる帝国軍を攻撃します。目的は敵部隊の隊長を倒すこと。隊長を倒せば指揮系統が乱れて、町の人たちが避難する時間を稼げるかもしれない。分かった。気をつけていこう。ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。よし、行くぞ。よし、
出番ね。発見したよ。よし、行くぞ。そこだ。
行動開始する。まずいな。今の僕たちの武器では戦車に歯が立たない。悔しいけど一旦ここは交代しましょう。メルキン、この大通りから東の路地に抜けて、そこなら戦車も追ってこられないはずだから。あとなるべく障害物に隠れながら移動してね。戦車の砲撃をまともに食らったらおしまいよ。
よし、行くぞ。よし、なんとか振り切ったぞ。アリシア、この後はどうする？悔しいけど、戦車まで出てきたんじゃとても町は守りきれない。こうなったら町の人を一人でも多く脱出させましょう。大通りの門で敵を食い止めてみる。少しでも脱出する時間を稼げるように。わかった。それじゃあ僕は家に戻ってリサラとマーサさんを連れてくる。気をつけてね、ヴェルキー。